はい、どうもこんにちは、タッカキッチです。さあ今日はですね、各兵団とは言わないんですが、まあ大砲があったらね、結構ね楽にクリアできるところの兵団のね、大砲のやり方についてのね動画をご紹介していきたいと思います。獅子門とかああいった簡単なところはね、まあ大砲役がいなくても、まあ、クリアできるんですけど、容易にチョッピ平野の雲の兵団だとか鳥兵団だとか、あとジュレットのね鉱木の苛烈兵団だとか、まあ、ガタラのドラゴンの兵団、竜林兵団かな、まあ、ああいったものって大砲役がいるとかなり楽にクリアできます。まあ、あのオートマッチングで行ってなかなか大砲役がいなくて、もう防衛ね、なんとかギリギリ1回1時間行って1回ぐらいしか防衛することができないんだよという方は、まあ、この動画を見てね、自分自身がね大砲役やれば上がると思うので、まあ、よければね参考にしていただければ嬉しいです。はい、ってことで竜林兵団、まあ、ガタラですね。まずこちらね、開幕、まあまあ、もちろんバイキルとか受けた後にこの砲弾を回収します、まあ、そしてあと途中までは一緒です。こちらの出てくる敵をやっつけます。そしてこのコケムシルドンの後に落とすね、おとり札、これできれば大砲役の人が取った方がいいです。割と大砲の置く大砲の場所とこのサークルが近いので、おとり札置く場所が近いので、札はできれば取った方がいいですね。であと弾を回収、その間にね弾を回収しつつこのチビドラを倒すっていうことをねやった方がいいです。よいしょ、ここに出てくるのでね、よいしょ、さあ、回収しましたおとり札、まあ、ここはアイテムも別に取っても大丈夫なのかな。で次にこちら、このダイノスくんね、このダイノスくんの後にもおとり札が出ますので、こちらもできれば大砲役の人が回収したいところ。さあ回収しました。そして6分20秒にここに大金が出るので、まあ、こちらで少々お待ちます。さあそしてボスが動く時間なんですが、ただねそのボスが動く時間の間に、まあ、大砲の弾がちょーんと出るので、まあ、そこだけご注意ください。あとチビゴラもね、来ますので、まあ、こういったものを倒して、よいしょ、まあ、ボスとね、向かい合ってもらえれば、さあ来ました、5分8秒、5分10秒ぐらいに大砲の弾が、来ます。こちらしっかり回収していき、まあ、門前のね敵をついでに倒していく感じですね。よいしょ、そして4分におとり札を使うので、まあ、それまでこのバルキ君とね、遊んでください。よいしょ、さあザコが出てくるんですけど、我慢で大丈夫です。大砲で一気にやっつけます。大砲で一気にやっつけるので我慢です。さあ4分になったらおとり札を置く、よいしょ、
さあそしてこっからが勝負です。大砲の役目はこっからです。でちょうどサークル内に敵が来たら大砲をよいしょやるだけ。であとは一応まだねちょっと大砲の前にねちょっとスタンバってた方がいいかもしれないです。っていうのはボスに対してこのしびれ砲弾、ちょうどボスがね真ん中に来る頃に対してしびれ砲弾を撃ってあげるとランドプレスとかねああいったものをね防いでくれるので、まあこうこれをちょうどずれてても当たるのかな。はいドーン、ここでしびれ刺してあとは強化で撃っていく。で残り2分何秒かな、2分40秒ぐらいかな。さあ大金ができて助けてくるかな、倒してくるかな。しびれ砲弾のと、まあ、これ倒していこうね、ランドインパクトかプレートインパクトで。よいしょ、苔虫出てきてるね。よいしょ。さあ残りはあとは強化を打っていただければいいんですが、まだちょっとまだかな。残しといた方がいいよね。オッケー。ちょっと大金から召喚された苔虫ルドン、はいここでストップ。あー金縛り、タイミングが申し訳ない、ずれちゃいましたね。よいしょ、ナイス金縛り。残りここかな、1分40秒ぐらいかな。この時にまだかな。よいしょ、あ来た来た来た、ここですね。この時にお取り札、1分15秒ぐらいかな。よいしょ、お取り札を置いてもらって、さあ残り強化砲弾をぶっ放していくという形で OK。さあ、あとはもうぶっ破していくだけです。次はこちら海洋兵団の大砲役、まあ、とはいうものの最近ねボスが弱いか火力がこっちが上がったのか、まあ、大砲をねそこまでバンバン撃つ前に倒しちゃうんだよね。うん、火力が強すぎるとね。ただ火力がない場合はぐだって門の前に来て大砲がねやる前にもうボロボロになって終わってしまうというパターンもあったので、まあ、大砲役一応ご紹介していきたいと思います。大砲役の方はまずね南側に行きます。南側に、そしてここの弾を回収して、よいしょ、回収して、まあ、途中までは一緒です。途中までは南側に進んでいます。そして一番大切なのがこのねイボイボくん、このイボイボバナゴルね、このバナゴルから必ずしびれ玉を回収するように。ミラクルボックス目にね、OK、で回収する方法はできればゴリゴリにね前を押しながら行くと OK、 回収できます。そして今度はこのしびれ玉を回収します。あんまりにも早く行きすぎるとちょっとね一人で攻撃食らってしまう可能性があるので気をつけてください。
おびっくりしたっていうね、まあ、こういうことになるので気をつけてくださいごめんね、ちょレイボーイごめん、ありがとうございます。あ、やらかしたな。はい、これダメな日本ですからね。で、回収して、あとは適度にねボスにダメージを与えれば、まあでも火力が強いとね、もうこの時点で、この時点じゃないけど、もうちょっと歩きながら行って倒しちゃうんだよね。火力強すぎ、強くなったからね。意外にね、昔ねジュレットね難しいから苦手って思ってる方、今言ったらねだいぶ楽かもしれません。かなり楽になりました。よいしょ。あ、もう絶対倒しちゃうな、これ大砲役が来る前に倒しちゃうので、ちょっと抑えつつやりたいとこなんだけどな、もうちょっと倒さないといけないよな。よいしょ。なかなかレブド君いけない。やっぱ盗賊強いな、本当にやべえな盗賊、これもんだよもう。で、物資があるので、まあ、誰かアイテム取って、このアイテムはできるだけ大砲役の方は絶対取らない方がいいです。大砲役の方はちょ、あまり攻撃すぎるとちょっと死んじゃうので、よいしょ。あくまでもちょっと大砲を見せるっていうことなので。さあ敵軍が出現、南側なのでこっちか。でこの南側大金が出るので、必ずね倒しに行くようにしてください。大金が出るので。さあ来た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 、大金。よいしょ、大丈夫かな。あ、まだ白いのでも、あ、黄色になっちゃってるよ。黄色になっちゃってるよ。大丈夫？大丈夫かな。よいしょ。あ、来た来た来た来てくれた来てくれた。で、ギリギリ、まだまだまだ大丈夫、戻らなくて。ダーホー役の人はこのアクアメーバーもしっかり倒して、よいしょ。 OK、 完璧。大丈夫だよね、倒さないよねっていうように、本当にもう今ね弱いので、ジュレット怖がってる人全然今行っても余裕でいけますよ。よいしょ。で逮捕役のやつの戻って人は、で今回ちょっとフレンドさんに集まってもらって、ちょっとねあの敵を倒しちゃうから、まあ逮捕だけしっかりちょっと動画を撮りたいので、ちょっと倒さないようにということをもう伝えましたので、大砲はしっかり見ていただけます。安心してください。攻撃ストップしてね、大丈夫かな。ジャリンジャリン攻撃しないでね、大丈夫かな。あ、大丈夫だね。さあ南側に敵軍が出現となるんですが、この南側の敵は、他の人に倒すのをやってもらいます。大砲役は倒しません。どの敵を倒すかというと、ワカメみたいなやつね、ワカメ。北側に敵軍の気配、砲撃で対処せよ。こういった敵を倒していきます。ほら出てきた、あの白いワカメみたいなやつ、これを倒すだけです。あ、砲撃たまたまにちょっとどこね。おしょ、あ、言ってくれた、オッケー。まあジュレットの大砲役は意外に、あ、やべ、ちょっと向こうが攻撃されてる。おしょ、これ予期せぬできることね、これ予期せぬできることで持ってきた、これは予期せぬできることなので。おしょ、イレギュラーが発生しました。でこの突進マーモンを一気にやっつける、もうこれだけで。突進マーモンは何回か分けて出てくるので、まあそれを撃退していくって感じですね、この突進マーモンを。あら、来てるね。でちょっと分かりづらいよという方は、左のあのマップを見てください。そうすることによって赤い点がねモンスターなので、まあそれと照らし合わせて、この
マーモンをやっつけていきます。南、オッケー。イバ、オッケー、全部当たったね、オッケー。であとは大砲を届けましたというので合わせて回収してきます。おっと、また出てきたね。そう、ここね、大砲の弾すっげー多いんだ。南に1個ちょっと赤い点がある、ちょっと怪しい。よいしょ、あ、化け神ね、はいはいはい。みんな待ってくれてんだろうな、すみません本当に。さあ来ました、トシマーモン。3パターンぐらいかな、3回目ぐらいで終わるのかな。もうボスがもう近づいてくると思うので、門前に、あ、まあ倒しちゃったということでね。まあこんな感じでマーモンが近づいてきたら大砲撃ってやっつけてくって感じですね。はい、ってことで苛烈兵団、美女軍団ですね。まあ、ここは基本的にジュレットと一緒で、まあ、最初に真ん中のサークルに金が出てくるんで、その金を倒して、まあ、大砲役の人はね、左側にね、また同じく大砲の弾、今度はこの柱の後ろですけど、ここに大砲の弾が3つ出てくるのね、それをちょっと回収していきます。さあ出てきました、ここ、まあとは変わらず普段通りに進めていきます。さあ、大砲の弾を届けましたよと同時に、マップ、左のマップを見ていただくと、南の方にね、まあ、モンスター出てるよね、あれを撃ち落としてくって感じなのかな。なのでもうそろそろ戻った方がいいね。戻りの翼、5分ぐらいかな、まあ、ちょうど弾も6個出てますので、それを回収しっかりして、たまにね、まあ今もそうなんですけど、このねモンスターを倒しに行く方いるんですよね。これ正直ここで倒すよりも他の中ボスとかボスに火力を注いだ方がいいので、これあんまりやらない方がいいですね。ほかっといた方がいいです。北と南の出てくる敵は大砲役の人が倒すので、正直あそこはね放置で大丈夫ですね。おお、なんだこれで、来た、まあ、とにかくこの大砲役はジュレットのこの放牧兵団の大砲役は左下のマップを見ながら、アイコンを見ながら大砲に弾を入れていくだけです。ちょうどサークルの部分に敵が来たら大砲に弾を入れるっていう形ですね。でその間にもね、弾がじゃんじゃんね、ここに補充されてきますので、しっかりそれを回収しつつ、大砲に弾を入れてきます。であんまりね、そう、このボスに対して弾入れなくていいですかって、あんまりね途中はいらないかな。砲弾の数がねそこまで多くないので、他の兵団と比べて、なので下手に無駄撃ちしてしまうと最後の方砲弾が足りなくなってもう突破されましたということにもなりかねないので、さあこれはボスやね、ザコが中央に出てるね。よいしょ、この中央もね、できれば下の人が倒すのかな、これ砲弾を倒してるのかな、大砲役が。
結構ガムしますけど僕あそこは北と南の敵だけ倒していくって感じかな。よいしょ。であとは左の方も南か南の方も門前に敵が来ます。まあというふうに左のマップを見ながらただ入れていくだけ、大砲もう本当にね簡単です。よいしょ。慣れないとちょっと忙しいのかな。でこのしびれ砲弾はボスが門前に来た時に使えます。ボスが門前に来た時に。さあ出ました、大金です。大金がいるんですが、よいしょ。さあボスが来たので、あ、しまった、召喚札使いますって言ってたね。ちょっと気をつけろ。で南もね大砲気をつけながら警戒しながらボスを叩いてください。強化砲弾で聞いた。よいしょ。まああとは中央も敵いるけど、まあ他っといても放置しといても大丈夫でしょう。よいしょ。でここでしびれ砲弾がなくなったので、ね、しびれなくなりましたと。と入れてくれれば。こっからね金縛りの書を使いますっていうね、そういう風の意思にも伝わるので、金縛り使ってくださいよっていう風に伝わるので、できれば入れてあげた方が下の人は楽になるかな。さああとは全部砲弾を言ったら、下に降りてボスを攻撃していくだけです。よいしょ。はいはい。ってことでね、雲兵団の大砲役なんですが、まあ、開幕ね左側に向かって大砲を取っていきたいと思います。そしてまあできるだけね右真ん中と右のとこに敵が出たら、まあ他の仲間に任せていいのかな。まあ野良の場合はかな、高速行く場合はちょっとね違うんだけど、そして、真ん中に、サソリ3体出てきてるので、まあこれを本当なら叩くんだけど、まあ仲間がいる場合は倒してくれるので、まあいいかなと思ってるんですけど。で左にね鐘が出てくる場合があるので、来ました、この鐘を叩く。でできるだけこの鐘が叩いた後の移動速度が出てくるので、この移動速度は自分で取っておいた方がいいんだけどね。はい、ごめんなさいごめんなさい。移動速度があれば早く動けて、まあ後にねちょっと使うことになるのでね、これあった方がいいよって感じなのかな。よいしょ。まああとは途中までは普通にザクを倒します。占い師で行くんであれば眠らせて一気に、叩く方法があるんですが、基本野良さんだとこのサソリは倒してくれるので、まあ最近は倒してないですね僕は一気に。で次にまあ大きいサソリが出てくるんですが、この時に
このバサックスの、まあ、僕はこっちの方を取りに行ってます。北の方っていうか、まあ、上の方のバサックスの方に行くんですけど、砲弾アントっていう、まあ、この敵が出てくるので、この敵のよいしょ砲弾を取ります。で本来なら先ほどの移動速度アップがあればこういった戻る時とかね早く戻れるんですよ。なのでできればあれはね砲弾役の人に取らした方がいいです。移動速度、ああいう鐘の跡とか出てくるやつね。で、あの大きなサソリの後におとりが出てくるので、おとりストーンかな、おとり札かな、5分40秒かな、5分40秒かな、6分40秒だ、6分40秒ぐらいに置いてもらった方がいいのかな、おとりストーン。あ、5分40秒です。ごめんなさい。5分40秒です。5分40におとりお願いします。っていうことをね、ちゃんと言っておけば大丈夫です。結局、アイテム役と大砲役って分かれてやるときは、取った人の意思疎通がちょっと必要なんでね。よいしょ。ちょっと待ってね、これ今日もうこの人使っとこう。よいしょ。あ、ショック入らない。で途中までギリギリまでね、まあ、このように敵と戦っています。ダメージを入れれば入れるほどちょっと早く討伐できるからね。そして5分40秒間近になったら戻りの翼で戻ります。そしてこちらね、強化砲弾1個、先ほどのやつね、1個は残しておくように。さあ5分40秒におとりストーンを置かれているので、あれが間もなく発動するので、ちょうどタイミングよくね入れてください。ギリギリこの辺です、この辺です。こう最後のね周りの残りがもう少しで円に入りそうだなっていう時に入れないと、おとりストーンが砕けてすぐ散らばっちゃうので、全員が集まった時に撃つんじゃなくて、ちょうど間もなく現れる中に他のやつがサークルに入るな、全員入りきるなっていうぐらいに打つとちょうどいいです。で戻りの翼、さあとは大砲役の方はモグラ叩きみたいにする感じなのかな。こっからちょっと忙しい、こっから少し忙しい。ここ大砲を取りつつ、あのサークル3つを常にね移しとくような感じで、で強化砲弾をカーソルに合わしといて、サークルのどれかに敵が出てきます。2サークルに出てくるのかな。はい、まずねこれ中央サソリが3つの時に3つのサークルに打ち込みます。で次に右、北かな、これは南か、南に鐘は、金はできるだけ後の方がいいです。さあ金も出てきて、今度金の真ん中に中央で叩くと、もうこれだけ、もうこういう風にやっていくだけ、モグラ叩きの要領で、モグラ叩きの要領で叩くだけです。で最近なんか雲ね、もう討伐が早く終わっちゃうので、おとり札2枚あると思うんだけど、これ伸びそうだったら2分40秒頃に置いてもらうといいです。さあこれ真ん中の中央に、おい、まず打って、これちょっとばらけてるな、で持ってきた、あ違う、あ間違えた、これは申し訳ない、あこれはやばいよ間違えたよ、今のもう遅いよねってなるとちょっと遅いでね。あよかった、倒してくれて、間違えないようにね、北と南間違えないようにね。はい、
ってことで次が、おとり札を自分自身で取って大砲を撃つっていうのをねご紹介していきたいと思います。まあ、先ほどはね誰かがねおとり札を取って、まあ、息を合わせて、大砲をね撃たないといけなかったんですけど、自分自身でおとり札取るとかなりね自分の意思で大砲を撃てるので楽になります。ただちょっとね慣れないと忙しいのかな、大砲役の人が。途中までは、まあ、一緒なのでちょっとね、はしょりますね。さということでしびれ砲弾も回収してシザルグから大取り札を取っていきたいと思います。取らせてくれるかな。よいしょ。一応緑チャットでは大砲役やります、そして大取り札取らせていただくと嬉しいですといったようなね一応チャットはしましたが、さあ果たして理解をしてくれるんでしょうか。押しとこうこうやって押しながら行くと取れます。はい、取りたい人はねこうやって押しながら、あー残しといてくれた、ありがとうございます、嬉しい、すっげえいい人たちだ。さあ5分40秒までは、まあ、行動は同じなので、それまではねボスをちょっと叩きに行きます。ちょっと早いですけど先に戻りましょう。5分54秒、まあギリでもいいんですけど、まあ、5分40秒過ぎてもいいんだけどね。とにかく門前にねビネガロンが来る前におとり札を置けばいいです。さあ今よいしょで戻ります。戻りの翼で、これがあるから、戻りの翼があるからこういうことができるようになったんですよね。であとは強化砲弾にカーソルを合わせて、さあ来た、今サークルが最後のやつがサークル入る前に入れとくと、はい命中ドーン、いけねえな、いけねえよ。ももちゃん先輩、ここまでね、最後まで言ってくださいね。ももちゃん先輩までがね全部ですからね、この言葉は。であとはもう同じです、モグラ叩きをしていくだけですね。で左右にね出てくるこの弾を回収3つ、でカーソルはできるだけ強化砲弾に合わせて、で真ん中に立ってくださいね、真ん中に立ち位置ですぐね左右北と南行けるように。でしびれ砲弾じゃあどこで使うんですかってことなんですけども、雲がねあの本体ボスがね真ん中のサークルにね来た時にしびれ砲弾を置いてあげるとかなり楽になります。さあ出ました、まずは南、まあサソリが出てくるから南でね、サソリ動くの結構早いのでサソリを優先でやってあげてくださいね。でここでしびれ砲弾中方にやってあげるとかなり楽になります。金は正直ちょっと待ってもらってもいい、仲間呼びをするけど、よいしょ、まあ、正直すぐに叩かなくてもいいです。金はとにかくサソリが出てきた方向に、方向っていうかそこに打ってあげると仲間はねかなり楽になります。でしびれ砲弾も打ってあげて足止めをできるだけ中央に差しとく、でできるだけ強化砲弾も叩ける、ダメージも入れれる。で、南に、北か北に出てきたのですぐ動いてサソリを叩く、ほらもう動くでしょ、早いんだよなサソリ動くのが。 OK 倒したね。でしびれ砲弾はもうないと。さあまあ上から見るとねよくわかる通り大金が結構出てくるんですよね。あの大金を本当にね放置するとかなり
厄介なのでびっくりしたよ、こんなとこに出てくるなんて。よいしょ。まあ焦らずね、焦らず。よいしょ。さあ結構出てきたね、大丈夫か。南、さあ27ミニ強化砲弾の、これ邪魔だな点つく。よいしょ。さあちょっと待ってね、ちょっと待ってな、これまずいな。よいしょ。まあ焦っちゃいけない、焦っちゃいけない。で1分40秒ぐらいにもう一個のねおとり札を置けばいい感じかな。1分40秒にもうちょっと行っていこうかね。ほら1分54秒になるとサークルからずれたサソリが出てくるので、あれを合わせて倒した方がいい。さあおとり置きます。で強化砲弾はねちゃんと最低1個でもねこの1分40秒のために取っておきましょう。よいしょ。で強化砲弾の、さあちょっと大きいやつも多分動くでしょう。あ動かないのか。さあ合わせてこれガーン。で必殺をやってと、よいしょ。大砲はここまでいいかな。大砲役は虫役の。あ転び忘れずにね、転び忘れるとこうなるよ。はい、ってことで白雲の名誉兵団の大砲役なんですが、これ多分以前ね動画出したと思うんですけど、まあ一緒にまとめて、やってきます。最初に左の方に、大砲を取りに行って、まず北に一発打ち込みます。出てなくてもいいです。そして鐘が出てきます、あそこに。でちょうどね弾が発射される時に当たります。で中にはちょっと強化砲弾をちっちちに当ててくれっていう人もいるので、まあ一発ぐらいね入れてもいいと思うけど、僕はちょっとね直接叩いた方がいいかなと思って、ちっちちはね叩きに行きます。弾を後々の方に残しておきたいので。で正直あの2分40秒ぐらいまでぶっちゃけやることはないです。なので普通に敵と戦っていきます。まもなく2分40秒となっております。2分40秒になったらちっちち2匹とこういうツッコミレーサーが出てくるので、まあ、2分40秒に置いてもらって戻りの翼で戻っておきます。で大砲を OK で中央を叩くって感じですね。さあツッコミレーサーね、怒りがすぐ解除されちゃうので、できるだけ早めに、しかも動きが早いからね、早めに、よいしょ、撃った方がいいです。でここでちっちち2体を巻き込みつつ大砲1個残しておく感じかな。あと2個だね、1個撃ってこれで終わり。さあ大金も出てるんで大金も倒しに行きましょう。さあ残りのおとり札はもう倒せそうなんであれなんですけど、残り1分切ったら置くようにしてください。1分切るときにツッコミレーサーめちゃくちゃ出てくるので、モンスターの総攻撃始まるので、よいしょ、こういったものもやっつけてと。はい、お願いします。 OK ナイス。
で戻りの翼で戻ってほら出てきた。こんだけいっぱい出てくるので、でしかもツッコミレーサー早いので怒りが解けるの。もう打っとく、よいしょ、打っておいてさらに回収しつつもう一回打つ、よいしょ、であとまた大砲役、もうこんだけなんだよね大砲役の役目。さあ次はね大砲役アイテムお取り札役全部僕に、やるパターンです。これはちょっとねかなり忙しいもので慣れるまで大変かと思うんですが、慣れたらもう楽です。雲のように誰がお取り札取ったのかなってねドキドキしなくていいんで、まず打ったらすぐねアイテム出てるのがあれ回収しに行きます。あそこにお取り札入っておりますが、中に金縛りがねここに入っているので、金縛りもねしっかり使うようにねこれお願いします。金縛りよいしょ、そして次に6分50秒になったらまたアイテムが出るのでそこも回収しに行きます。さあここのアイテム回収、ここにも金縛りがあるので、使ってあげてくださいね。であとはもう同じです、他、さっきのやつと。なのでちょっと飛ばします。さてことで雑魚を倒したので、しっかりね猛攻の書も取ったと思うので、猛攻書、剣士の書、アイテムらをねこうやって固まってる間に使ってあげてください。そしてボスに特攻するわけなんですが、これねボス気をつけてね、あの壁をしながら行ってあげてほしいかな、壁をしながらね。でエンド攻撃に雄たけびをやってくるので、それだけちょっと注意で、ちょっと待ってね全然動かないね。いや矢野美くんちょっと盗賊が強すぎてまずいな、ちょっと離れよう。もしこの雄たけび、エンドに来る雄たけびだけ注意。で、 できれば、まあ、雑魚を倒しに行くのもいいんですけど、アイテムを取ってる方はこの サークルの時にねマガネ召喚やってくるので、金縛りの少年同時にやってあげてほしいです。あやべ壁するの忘れた、いかさ、くるくるくる、ここで金縛りの書合わせて、これで OK、 まず1回目は OK。 はい、ということで2分50秒なりました。まもなくね用意してください、お取り札召喚まだ大丈夫。はい、大砲の弾届けましたよって来ても、まずおとりストーンを置いてすぐ戻りの翼で戻る。さあ大砲の弾を回収しつつ、さあ強化砲弾を中央に入れていく。さあこれはねもう先ほどと同じ、残り1個まで大砲をガンガン入れていく。3、あと2個 OK。 さああとは降りてアイテムを回収しに行きます。アイテムを回収しに行ってと、で金縛りね、これまたいります。門前に来るとこのヤヌビがマガネ召喚してくるんですよ。なので
門前に来た時ちょっとそれをね防ぐために金縛りの章を使います。まあ倒せそうだね、その前にね、その前に倒せそうです。で残り大砲の弾じゃなくてあのおとり札もう一個どこで使うかというと残り1分切った時にまた再度使います。ヤヌビ君なんか誰かにこうご就寝だね、こっち来ないからまあいいのかなって思いつついきなり来ると思うからちょっと怖いんだよな。よいしょ、あーちっちちが来てる、ちっちちが、よいしょ、さあ1分なのでさあおとり札使いに行きます。ちょっと遅かったかな、ごめんなさい。まあちょうどいいかな、あーおたけび来てる。でここでおとり札を使って、そしてすぐ戻る。であの大砲の弾も取ってる時間ないので、よいしょ、強化砲弾をすぐ使う。これでこれをね1個残すためにはね残しといた理由はこれなんですよ。引き寄せで引き寄せてすぐね、あれもう解放されてる、ほら早いんだよ、遅かったんだな僕、なのでもっと早くしないといけない。でちょっと待ってね、金縛りの書これ使っとく、よいしょ、そうツッコミレーサーがね早いんですよね、素に戻るのが、怒りが解けるのが。倒したかな、 OK、 あ時間が過ぎました、よかった。はい、ってことで今日はですね、大砲役がいるとかなりねクリアが楽になる兵団の大砲役のまとめ動画でした。まあ、よければね参考にしてくれれば嬉しいです。まあ、今までちょっとね今難しかった、海の兵団難しかった、割とね他の兵団もちょっと難しくて敬遠してたよっていう方は、今一度ね行ってみるとね楽にクリアできるかもしれません、昔よりは。まあなんせキャラクターのねちょっと火力度が結構上がってるので、まあ大砲役をこだわらなくてもまあクリアすることはできるのかなっていう兵団はねちょっと増えてきましたね。うん、まあなのでフィーバー中なので、まあ、気軽にね全兵団行けたらね、いつでもねあのメダルとか素材とか稼ぎやすくなると思うのでね、はい、行ってみてはいかがでしょうか。ってことで本日もご視聴ありがとうございました。また見てね。